隕石がそろそろ来そうだなこの辺に。おはい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。とりあえず道は直ったので大丈夫じゃないでしょうかね。あとはここもうここしかここしか言わない配信者。ここ、こうなっちゃったらさ、俺もさ喋る言葉がなくなってくるいや、喋る言葉はいっぱいあるんだけどさ、あるんだけど、その決まり事的に言えないみたいなのが多いよな。さて、じゃあまた町を発展させていきましょうかって、言って災害が来るパターンを今2回ぐらい繰り返しているような気がしますが、もう大丈夫です。もう脳みそ復活しました。大丈夫、脳みそ大復活編です。おーちょっとストップパターンパターンって言ったの、パターンと言ったのマジでパターンと言ったのおい、ダメじゃんじゃあまた町を発展させていきましょうかって、言って災害が来るパターンを今2回ぐらい繰り返しているような気がしますが、もう大丈夫ですフラグ回収とかレベルじゃないよ。まだフラグ植えてないぞ。立ってない、フラグが立ち切る前に半立ちの状態で回収しちゃいました。もうちょっと育ててからの方が美味しいんだよな、果物って。ということでいきます。ルーレットは絶対どこに何をどのくらいで、ナムアミダムだね、こりゃこりゃナムアミダムだねもうダメだ日本語が喋れなくなってきました。ああ隕石真ん中隕石真ん中 11.0 ああ今日被害がでかい災害ばっかりだな。ここですね、ここ。あ、でも被害出ないかな、どうだろうな、これちゃんと見とこう。さあそれでは再開しましょう。いきます、用意、はじめ、ドドン。隕石がなんかこの辺にそろそろ来そうだな、来そうだな。うわすげえ、ここいいとこじゃん、森林浴、めちゃくちゃ森林浴できる。隕石がそろそろ来そうだな、この辺に。おおだ、完全に死んだ今のは。あー町も壊れた、まあ、壊れるわな、壊れる。そしてなんやかんやちょっと水が溢れる。いや、この辺は道路は壊れてないんだな、火災の被害があるだけだな。じゃあよし、石炭発電所を再建。他になんか再建すべきところもあるんじゃないか。この辺死者問題が出てるな。火葬場がないじゃないか。火葬場作ってあげよう。ここも火葬場ないじゃないか。多分もともとあったんだろうな。火葬よりもうちょっとひどいことされたんだろうきっと。あ、これまた地下鉄行ったか、それはあるな。あこれ毎回だな。てか気づけばあれなんだね、川なくなったんだね僕たちの川気づけばなくなったんだね。これ大丈夫なのかな、これ違うか。ここの穴が深くなったから水の溜まる量が増えて、今流れが弱くなってるだけでギリギリ川か。今は隕石の影響だったね。さあじゃあ、何回目でしょうか。ここに、事務所区画を作りたいと思います。なかなか作れなかった事務所区画です。なんか事務所区画を作ろうとすると
いろいろ起きるんですよね、いろいろ。なんだこれなんだこれものすごい土地がある。これ空の一坪があるぞ、空の一坪見っけた。まあ結構ね、あのいろいろ災害が来るとまあこういうこともあるんだよね。これで一応、オフィス区画は、オフィス区画の需要は大丈夫になったでしょう。で、あとは災害じゃなくてダメだ、今言葉がね入れ替わってる、住宅とあと商業の需要が伸びてきてますね。マジマジ、オフィス、オフィス2階オフィス2階、今完全に産業がオフィスに入れ置き換わって、住宅が災害に置き換わってたんだよね、俺の脳みその中で。これで一応、オフィス区画は、オフィス区画の需要は大丈夫になったでしょう。あー、これは2アウトですね、ゲッツもうダメだどうする。もうなんかさ、こっからさ、なんか海を眺める配信とかやる一回脳回復させるために海を眺める配信みたいにやる。さあ行きます。それではルーレットは絶対どこに何をどのくらいで、もう見てよほら、ルーレット真ん中に置けなくなってるからねちょっと左下にずれ始めたんだよな。さあ郊外に隕石もやめてくださいお願いですから、 3.5 も大きいんです郊外に隕石 3.5 です。鱗町の人がさ何したっていうのよ、この人たちが何したっていうのよ。まだまだ復活もしてないのにごめんなごめんなさあ2回目のオフィスの分です。2回目のオフィスの分いきましょう。うろこまちまちでかわいそうさあいきます。それではルーレットは絶対、どこに何をどのくらいで、海眺めてた方が人口増える説かもな、かもな、それだな。いや真ん中雷雨14.5。あーまあまあまあ辛いやつだな、これ派手じゃなく地味に辛いやつ。真ん中に雷雨 14.5 です。それでは再開します。よーい始め、ドドン。あーね、脳が麻痺してくるよね。雷雨 14.5 真ん中、あ、よかったってちょっと一瞬思ったもんねすぐに冷静になってやばいなって思ったけど、一瞬あ、よかったって思ったもん。さあ隕石、隕石です。あーもうもうやめてあげてお願いだからやめてあげて。誰ですかこんなひどいことするのは。さあ水がまた届かなくなってしまいましたねよく断水が起きるんだよなこの町。なんなら電気もない、これは雷雨の影響だね、電気がないので。道を復活させて、でも死なせてもらえないのが鱗町です。何が起きても復活させられますいっそ殺せって、何回も言われたような気はするんだけど、ダメです。懸命に蘇生します。懸命な蘇生処置により、鱗町は復活しました。よかった、生きながらえました。いやー、もともとの綺麗な鱗町に戻ることはないんだろうなこれちょっと町に降り立ってみようか。この一番比較的被害のない郊外の皆様、あ、でも
思ったよりボコボコして、いやまあ、いやまあ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 、ここ一帯はもともと平地だったからな、ここ一帯もともと平地だったのに、なんだこれは橋だらけじゃないか。かつてここも人が住める土地だったんだけどな、いにしえの記憶。あー、地下鉄、地下鉄大丈夫じゃね、地下鉄は大丈夫じゃね、多分違うかな、大丈夫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 自分に言い聞かせるように今大丈夫って言いました。ということで最後までご視聴ありがとうございました、動画が面白かったら動画の高評価チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますのでそちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。